こんにちは私どもは日本タイポグラフィー協会からのプレゼンテーションです日本タイポグラフィー協会というのは50年の歴史先ほど年間が34冊とご案内ありましたけど実際は41冊目を今出そうとしているところですタイポグラフィー協会は ああタイポグラフィーの研究発表そしてコンペ年間の発行などをして現在に至っております今日は日本の漢字デザインについて領域ごとに三つの視点からお話しさせていただきますまず最初は書体デザインの制作の視点からそして二つ目はロゴタイプのデザインの視点からそして三つ目は ああ組版のデザインについてそれぞれリレー式にご説明させていただきますはい片岡ですよろしくお願いします日本語は漢字ひらがなカタカナアルファベットを使うんですが 意味を持っている漢字がなければ機能しませんその主役の漢字に対して私はどう接しているのかを私が作ったフォントを使ってお話しします画面左上にあの出てくるのはフォント名です 25年ほど前になるでしょうか、本当を作る道具もパソコンになりました。それによって何が変化したのか、例えば手で書くのにとても時間のかかる丸が瞬時に書けるようになりました。ここにはこの大きさの丸、そう思いながら書けてしまうんです。これは脅威でした まさに道具の革命でしたこの丸を明朝体に当てはめるとどうなるだろう結果はこうなりましたモダンでチャーミングな表情です明朝体だから丸が生きている明朝体だからより斬新に見えると感じました丸は 日の丸の丸と同じ、日本の民調体、丸民の誕生です。ゴシック体です。パソコンだと水平垂直の線は目をつむっても描けます。ごくごく当たり前のことですが、手書きの経験をしていた私にとっては、 これもすごいこことだったんですこの凄さは手書きの経験をしていなければ多分実感できないでしょう一般的なゴシックは線の先に抑揚をつけていますがこの文字はモダンさを強調するためにあえてそれをなくしていますただモダンでシャープでクールなゴシックだと冷たく硬くなって 味気なくなくりますそれを防ぐためにはどうしたらいいだろう時系の懐を広くしてゆったり感を持たせましたそれがぬくもりという隠し味になってます丸ゴシックは 角に丸みがあるのが特徴ですこの角丸の大きさによって文字の表情は違って見えます角丸を一つに絞ることができませんでした悩みました結局いくつかの漢字を選んで小さい角丸から大きい角,角丸の五つを作ってこの二つに絞りました 上の小さい角丸はなんとなく几帳面差のある表情なので例えば包むはきちんと包む願いは父の願いといったイメージです下の大きい角丸はゆったりとした優しい表情なので包むは優しく包む願いは母の願いというイメージです。これが組で パッと差し替わると面白いだろうな漢字二種類この二つをセットにしましたイメージに合わせて漢字の差し替えができるフォント本邦初です漢字の角丸が二種類なのでフォント名が〇〇ゴシックになっています悩むことは楽しむことです 新しい表現を見つけるきっかけになります。えー、これは共作あのコラボレートフォントです。筆のかすれ、運筆の動きの揺らぎを生かしているのが特徴の解書です。よくあるお手本のような解書ではなく、飾らない実直な字形が特徴になっています。 これも教作です文字をたくさん書いた人は自分の文字を身につけています昔は上手な字を書く人や味のある字を書く人がたくさんいましたそういう人がこれからはますますいなくなりますこういう文字を残すことも文字を作る仕事の一つだと思っています 黒い紙をハサミでちょきちょき切ってピンセットを持ってこちょこちょ動かす誰もができることなので誰もがタイポグラファーになれる時間ですタイポグラファーって何なんだろうと考えさせられます、えー、まだいい答えは見つかっていません 線で描いたこの時形と動きは民調体です。この風通しのいい爽やかな心地よさは、今までにない民調体の表情と言えます。これに肉付けをしていくと、どんどん普通の民調体になります。なぜなら、民調体という固定概念に縛られているからです。 固定概念に縛られると新たな表現は出てきません民調体の永遠のテーマは美しさと読みやすさですしかしこの価値観は時代や世代によって変わります この絹多眠調体は美しさを優しさに読みやすさを間に置き換えて作りました間というのは感覚の間ですね、えー、優しさは尖ったところや角ばったところがないことと水平垂直の機械的な線の硬さがないことです 間は部首と部首の接触を極力なくしたことですこうするとどんな部首と部首でできている感じなのかがよりわかりやすくなりますそして文字が小さくなってもつぶれにくくなりますこれが間の効果で読みやすさになります 読みやすくするために調整した空間の間は、また美しさにも通じます。最後のページになります。漢字は数が多く、形はさまざまです。隣にどんな字が来るかによって大きさも時間も変わり。 上下左右にずれたりもしますまた大きさによって文字の表情は変わりますフォントは素材なんですこれをどう見せるか生かすも殺すもデザイナーである皆さんの腕にかかっていますフォントをよろしくお願いいたしますありがとうございました はい、変わりまして高橋義丸です私はあロゴタイプといえば通常は商品ロゴであるとか会社のコーポレートロゴであるとかそういったビジネスツールを連想するんですがここでのロゴは名称であるとか単語であるとかそういった文字組みにオリジナルなデザインを加えることをロゴタイプといいます。 でこれらの文字組みロゴタイプに感覚情報をいかに盛り込めれるかこれを目的とした制作過程の紹介で,すではこれらの感覚ロゴタイプを段階を追って見ていただきます。まずステップ1グリッドの基本から造形。 まあ漢字というのは縦線と横線で成り立っているわけですから基本グリッドで作っていけばまあ容易にできるわけなんですけどもこれだけではそうここで横線の多い漢字ですからこれを伸ばしていくことによってこの個性を表現することもできるわけですね。でこれは「法禅寺横丁を読みがえらせるキャンペーン」としてのポスター。 です。はい。次にこれはあ芸術の芸の反対文字ですねこれもよく見ると非常にクロスポイントが多いわけですこのクロスポイントが多いところからあクロスポイントだけを強調したパターンを入れることによってここで一つのまたオリジナル性ができるわけですねということで、えー、これはあ大学の起用表紙の想定デザインになりますねはい。ステップ2 今度はグリッドから解放した造形基本的にはグリッドで作るわけなんですけどもこの例えばこれはグリッドで作った漢字構成の中に部分的に有機的なラインを盛り込むことによって一気にその文字に柔らかさ優しさを表現することができるわけです。ということでこれは建築雑誌の想定に使用しました。 次はこれはひらがなと漢字が混ざっているわけなんでひらがなというもともと有機的な形に対してパターンを開い出すのは難しいんですけどもよく見るとこあこ,こら辺にここら辺にいくつもの丸があることに注目してそこからこれを 統一することによって、まあリズムを作ることができるわけですね。あこちら見えるでしょうか。はい。で、えー、これはあ想定のデザインに使っております。はい。ステップ三です、えー。パターンの連続で造形、えー。これは先ほどからも見ておりましたように、文字組みの中に連続したパターンを見つけ出していくという方法ですね。 これはシラハエ「白羽」「青羽」と書いているわけなんですけどもよく見るとここに四角で囲まれた状態の文字が多いことに気が付きます。としたらならばこの四角だけの正方形を強調してそれ以外を一気に省略していくということでも一つの表情を作ることができます。これは風呂作品屏風なんですけども。 ということですね、はい、これ「中崎町」とあるんですけども、えー、これが中ここに「口」がありますでここに「田んぼの田」がありますこれ全て違う文字なんですけどもこれを統一したパターンに連続させてしまっても過読性としては問題がないわけですね。はい、ということで「中崎町の日本テレビ」です、はい。ステップ4 この度は自覚を省略して簡素化していく、えー、まあ、反対文字簡体文字簡体文字はすでに省略されているんですけどもそういうことではないんですけどもこれ例えば縦線と横線と斜め45度だけでこの文字が成立しているわけですこれはこれで一つロゴとしてはもう成立しているわけなんですけども この自覚の少ない文字と自覚の多い文字とのバランスが非常に合ってないということでとするならばここの自覚の多い文字の角を省略していけば全体としてのバランスが平均化されていくということを試みてみたものです。これも書体じゃなくて想定デザインに利用しました。 はい、おじい様嬢、ま、ちゃんですけどもこれは「お父さんお母さん」というシンプルな文字組みに対して非常に画数の多い、えー、複雑な文字になってるわけですね特に。で、えー、これをじゃあどこまで観測はさせて過読性を損なうことなくできるかというところにチャレンジしてみたのがこれですね。えー、構成している重要な部分縦の部分と とかにがもう省略されてしまっているんですけども、まあ私の視点では家族性に遜色はないというふうに思います。こうして並べてみますと、お母様、お父様、嬢ちゃん、おじい様と並んでもバランスとしてはまあ取れているのではないだろうかということですね。はい、ステップファイブで四角イメージを盛り込む。 ここからが特に今日の本題の求めるところなんですけども先ほど言いましたように感覚情報をいかに盛り込めるかというところがここからになるんですけどもえ文字の中にイメーージパターンを盛り込んででいいくという方法ですこれ「水トというのは昔大阪には運河が多くて水トと言われていたんですけどもそれをイメージしたところのより水トらしく表現するために この都の文字に波紋を入れるとか水を水亀のように形作るということでまあ感覚的にまあ水筒を読み取ることができるわけですねはい運河です次に夕夜の花ですけども夕夜というのはお風呂屋さん銭湯のことですねじゃあ,あの銭湯らしいというのはどう いうことかというと、まあフロケからお水をザバッと流すというような感覚で、まあより戦闘らしいなという表現をここで出しているわけです。これも想定に使っております。はい、次ステップ6ですね。感覚イメージを盛り込むビジュアルオレンというのは、見る人の頭の中に映像を 浮かび上がらせるということを目的としてまあやっていく呪文というのはなかなか呪文というものの意味の表現する内容から言えば至ってシンプルな骨格をしております。これより呪文らしく見せるためにこういう複雑なまがまがしい神秘的な表情を持たせた方がまあ呪文らしいだろうということですね。 はいこれも想定のタイトルですけどもはいこれ「流字」「流霊なる字体」ということでまあ日本の文字を表現しようとしているんですけども流霊なる流れるような文字流れるような文字なら流してみようということで文字自体を流れるようにするそしてもっと流せば滝のように流れるということですね。はい これでポスターを作っているんです。これはドイツで行いました展覧会のためのテーマポスターとして使っております。はい、これが最後のステップになります。七ステップ、ビジュアルを先行させる。これはどういうことかというと、先に映像があってそこにどう文字を盛り込んでいくかということです。 これは神社の社ですねでこういう日本の社はこういう地議と言われるものとかいろいろな建築様式決められたパターンがありますこれで文字を作ってみようと。日本の心と書いてありますけどもここのこれが地議の部分屋根の部分というふうにあの社殿の建築様式をそのまま文字で構成しながらかつ文字としての可読性も 合わせ持っているということですね。はい、これは伊勢神宮の式年遷宮の時のまあ掛け軸ですね。はい、これは鳥なんですけども、鳥という文字はもともと象形文字なので、あらあえてそこに画像を入れる必要はないんですけども、あの象形文字としての鳥は実は止まっている鳥を象形化させたものなんですね。 でそこでじゃあトンネル取りを象形化させたらどうなるかと。いうことでしたのがこれですね。ちょっと読みにくいかもしれませんが、一応取りというふうにはなっております。はい。と言ったようなことで、えー、まあ七つのステップで段階的に。 感覚情報をいかに文字の中に盛り込んでいけるかということをまあ試してみてきたわけなんですけどもじゃあこれらのステップは何をもたらそうとしているのか例えばですね言葉を視覚に表したのが文字であるとで文字に表情を与えたのが書体であるとで書体に文字組みの性格を与えたのがロゴタイプであるとするならばあ ここではそのロゴタイプにさらに情景や情感などを盛り込ませて視覚的に感覚的に与えられる字であるというまあ漢字とでも言いますかまあそういったことをまあ探ろうとしてきたわけです。ということです。ありがとうございました。入ってますか。失礼しました。私あの日本語はですね漢字ひらがなカタカナという漢字 あのも,もの出てててきておりまして要するに表意文字としての漢字それから表層つまり表音文字としてのひらがなこれらに着目しまして漢字だけを優先したデザインができるかということを普段えっ、ー、とブックデザインとかポスターとかで、まあ、実践を通して研究しているものです。したがってですね今あの 出ていますこれは言語と沈黙って言うんですけれどもこの本のです、ね、中にはひらがなも入ってます日本語の中に助手と言葉がありますととかのとかおとかですねそういう文字が助手って言うんですけども助詞ですねすいません言語と沈黙ですけども実際にはとというのがここに潜り込んでいますしかしですね言語と沈黙というとを読まなくてもですね瞬時にこの 書物の内容が理解できるというのは、やはり漢字そのものが表、失礼しましたあの表意文字としての成り立ちからなっているということです。この考え方でやった仕事をちょっと続けてみせ見ていただきます。これはあの文化人類学者の山口正夫さんという方の本なんですけども、自然と文明の創造力という本です。しかしこれをですね。 せここ失礼しましたこれはこうすればいいのかな背のところを読みますよねあれごめんなさい背のところを読みますと自然と文明の想像力というこれは本の背なんですけどもしかしこれだとすごく長くなっちゃって書店であの平積みされたときにやはり瞬時のうちに 表意性を求めた場合は自然と文明と想像力という漢字がです、ね、目に入ることによってどういう内容かをです、ねまあ、判断できるしかし表音文字としてのそのひらがなが「脳がここに潜り込んでいて上からじっくり読まなくてもですね、まあ、瞬時にこの3つの言葉が入ることによってこの本の内容を理解できるという漢字の特色を生かしたデザインです続けます。 これは建築の本です、えー、と建築評論家が書いた本なんですけどもやはり書店によってまともにいくとその今あの背のところにこういうふうになったようになるんですけどもインパクトないしや訴求力これを求めた場合現代建築奇跡というのがですね瞬時に入るように、まあ、やっぱりその漢字の持っている憑依性を生かしたデザインです。 こういうのを常々研究しておりまして、普段から漢字の出てくる割合、それからひながらがなが出てくる割合、カタカナが出てくる割合によってデザインをまあ考えているということです。これもそうですね。安全保障という逆説っていう書物なんですけども、というというのをここにこう小さくしました。そのことによってですね。書店でのインパクト、さっきも言いましたが訴求力が強くなる。そういう。 まあ、あの文言ってわかります。言葉によってデザインを操作しているということです。ここまでがですね。あの、そういう意味ですけど、次また別の。あ、そここまで,です失礼しました。これ戦後日本の独立。やはりですね。漢字ばっかりの中にのがここに登場します。そういう、それを、あの。まあ、やはり、こう。脳を弱めることによって、戦後日本独立という言葉が瞬時に目に入る。 こういうことはですね。やはり先ほど言いました。みたいにタイトリングによってデザインを考えるという。まあ、あのデザインの一つのメソッドです。はい。これも同じですね。失礼しました。oa 検討物語記号と言霊、やはりあのたまたま同じ時期に別の内容の本だったんですけど、やっていた。これは事例です。アプリケーションです。次いきます。 ちょっっと待って飛んじゃったなあれあいいですねはいこれはですねいよいよ今度は別の問題にきました日本語というのはあの縦にも横にも自由に組めるある意味ではあの縦組みも横組みもですね紙面の中で自由にできるという考えから作った私がいた大学のポスターなんですけども、えー、と基本的に言えばこの「 こここが横に組んでおりますけどこの時の、まあ、これはたまたまあの副,都知副知事さんだっど東京都の,この関谷康夫さんという方それからこ,れはこの方は森美術館の理事長の森喜子さんなんですけどもこういうふうにですね横に組むことによって縦と横がですね混在することによっても日本語というのはですね可読性リーダビリティそれからあの可視性 ビジビリティもこういうところに現れてくる来ているっていう事例です。昨日見た方は多分なんか僕のあのデータをあるアドビの方に関しては、これすでに見た方がいると思いますが、一応オリジナルは僕の方です。はい、次いきます。これもですね、えっ、ー、とブックデザイン団体に頼まれたポスターなんですけども、この中に日本語の縦組みの図書設計展 まああのここの団体はですねブックデザインのことを図書設計って言ってるらしくてそれを縦にこう組んだものとしかし副題サブタイトルはここに「現代日本のブックデザインの潮流」っていうふうに入ってまして一つの紙面の中に縦組と横組が自由に混在してもそれがコミュニケーションが取れるっていうまあやはり事例実験みたいなものです。はい これも同じですね「百姓百冊」という本なんですけどもやはり副題がですねここにあの横に入っていて実にあの普通ならこの辺に持ってきそうなところを紙面の中でリズムを出すためにここにメインのタイトルが来ましても副題をここに持ってこないでここに横に持っていって背のところとつながって見えるっていうんですかねこういうふうな組実験をしたものです。はい 次はです、ね、一文字だけでも理解できるという、まあ、若干この実験的な仕事なんですけども実際僕の今日見ていただいているものは普通に書店にあるものとかそれからまああの駅に貼られているようなポスターなので日本ののの普通の市民の方たちが見てるわけですしかしそういう人たちに向けて何らかの協調を出したいということでやった仕事なんですけどこれは「ピノッキオの目」という。 ブックデザインなんですけど、目という字を90度傾けてもですね、内容がまあピノッキオの目というふうに読んでいただけるという、そういうふうなまあ組実験です。次もそうですね、死について、これはについてという、その先ほどから言ってますひらがなの標音性を弱めて、標位性の死だけを強調したものです。 こ,れがこここれですけどね。それで、まあ、たまたま逆さまにして死についての,あのなんていうか大っていうその死んだ方の裏にしたようなものです。はい、これはあ,のある作家よろず哲五郎さんっていう、まああのえー、とキュービズムの作家のカタログなんですけどもよろずさんっていうかのあの名あ失礼しました。 名字をです、ね、あのこうボーんと入れて鉄五を入れて収蔵作品集という漢字だけで,です、ね、こういうふうにピラミッドのように組んでもです、ねまあ、あの作家の名前が分かるというそういうふうな実験をしたものですけども実際にはカタログとししてて販売しているものです、はい、これは、ね、ここはあの、えー、と江戸時代の木数値から使ったものですけども園芸という江戸時代の木数値をそのままスキャンして拡大したものです。 はい、これはあの「かげろう座」というあの鈴木清十さんという映画監督の作品なんですけども漢字だけのものなんですけど実際にはこういうところに少しこうひらがなで潜り込ませてるんですけども、まあ、文字と文字を重ねることによって漢字の表意性はちゃんと出てるということです。はい、これれもあの、えー、と福田茂ささんという方と中村誠さんとととい方中村それからあの 哲剛さんの、まあ、展覧会の,のポスターですけれども漢字だけでもあのコミュニケーションが取れるというデザインの一部です。それからこれはですねあの実はあの私があの尊敬しているデザイナーたちの名前の一字をです、ね、使ったあのポスターなんですけれどもまあ,あの見ていただければ分かると思いますが一番上が横尾忠則さんの横それから次がですね杉浦康平さんの裏。 3番目が田中一行さんの「公」一番下が淡津清さんの清「清まあこれだけでもですねあの僕らのような世代の人は誰をあのリスペクトして作ったかを、まあ、判断できる非常にまあコミュニケーションの難しい世界ですけどもそういうことを提案したものです。これはあのその時に作った本です。これは展覧会用に作ったものなのであの帯がですねトリプル帯になっております。 はい、先ほど出てきましたあのやはり木活字木の活字ですねこれがあの江戸時代に日本で結構作られておりまして私はその木活字をよく使ったデザインをするんですけどこれは実際には柳田邦夫さんについて書いたものなので柳田邦夫の時代を表すには今の明朝体では表せないだろうということで木活字を使って時代的な背景を表したものです。 これはですね増、えー、田治さんという国文学の先生が、えー、と江戸時代とかそれから室町時代の入れ墨姿勢について書いた本だったんですけどそれならばということで使った文字が岩田あの活字です、えー、と10ポイントか12ポイントぐらいの文字を、えー、とティッシュペーパーにこう沈ませてです、ね、にじみを作ってやったものですけど漢字だけですけども味わいを出したものです。 すいませんあのこれはあの余談ですので今ので終わりにさせていきますありがとうございましたいまはい、えー、肝心政策のデザインについて三つの視点からお話しさせていただきました、えー、日本タイポグラフィー協会では会場内でパネル展示もしておりますので、えー、後ほどご覧ください、えー、それはあ日本タイポグラフィー協会の年間今までの五十年間 文のベスト作品をアーカイブした書籍をこの年末に発刊しようとしておりますので、その案内をしております。ぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。